トランスフルトリンは、バイエルが開発した、速攻性のピレスロイド系殺虫剤である。化学式は2 2、C15H12CL2 カイオ o 2ベルメトリン酸の2、3、5、6テトラフルオロベンジルエステルで、分子中に2個の不正単位素があるため4種類の異生体が存在するが、殺虫剤はその中の LR、トランス体からなる。トランスフルトリンは、 室内環境におけるハエかゴキブリに対して用いられる。揮発性を持つ物質であり、接触及び吸入剤として作用する。人、犬など、哺乳類が過剰に吸入などをすると、神経系に影響があり、不安、新鮮、痙攣皮膚アレルギー、くしゃみなどの刺激をし、中毒症状を引き起こす可能性がある。優点は、 約摂氏33度で、室温では、固体と液体の両方の形で存在する。他の合成ピレスロイドと同様に、有機溶媒に溶けやすく、水にはほとんど溶けない。常温上圧下では拡散性が高く、空気中で速やかに酸化され、毒性を失うため、蒸気の中毒症状を引き起こすことは、極めて稀であるが、ワンプッシュ式殺虫剤の場合、子供のいたずらや、 五分舎で目や口に入ったケースでは付着部位のヒリヒリ感や熱感などの健康被害報告がある。公益財団法人日本中毒センターは平成20年 GHS 分類結果としてラットの半数値使用量を傾向、経費で 5000mg、kg、吸入で 513mg、立方メートルと発表している。ーヒースタミン薬による 対象療法は、アレルギーを制御するのに役立つ、可能性がある。https://server45.joswebhosting.net/.js4308、インセクティサイド、ブロック、20374、p d f ハットワンプッシュ式殺虫剤。公益財団法人日本中毒センター。 2019年5月23日閲覧。ありがとうございます。